皆さんこんにちは、宮本真由です。今日はですね、私がいつも普段してるシンプルなんですけど、その日の乾燥やその肌の調子に合わせたスキンケアを紹介していけたらなと思います。まずランコムのジェニフィックアドバンスト N、 肌の赤みが気になってた時に塗ってみたらすごい肌の調子が良くなって、もう 1,2 年ぐらい買い足して3本目ぐらいですかね。今こう朝だったらワンプッシュ、夜ちょっと乾燥が気になる時は2プッシュぐらい、こういう感じで塗って、そしたら乾燥しないうちにこのランコムの美容化粧水、なんかちょっとオイルが入ってるんで、こうやって混ぜてちょっと振って使います。割とたっぷり塗ります。乾燥が気になるんで、で手になじませて、でその後に保湿クリームですね、シカクリアクリーム、ムルっていう友達の小室亜美ちゃんっていう子がプロデュースしてる化粧品のシリーズなんですけど、とろみがあるんですけどさっぱり感あるのにしっかり保湿できてるし、夏も汗かいたりとかベタつきが気になるじゃないですか。でもこれはすごい塗り心地がさっぱりしてるんで肌心地がいいクリームです。おすすめ。さらに、夜寝る前とかまだ乾燥が気になるなっていう時は、はい、セントフローラバランシングオイル 2,3 滴ぐらい垂らして、指でこうすっごいサラサラなんですよ。ちょっと乾燥しやすい口元とか乾燥が気になるところ、軽くこれぐらいな感じ。以上で私のスキンケアは、終了です。自分に合った化粧品を見つけることが大好きで、私も毎日研究に研究重ねている途中なんですけれども、これからももっとより良い肌になれるためにいろんなものを使っていい肌を目指していけたらいいなと思います。続いてはメイクアップを始めていきたいと思います。私は結構その日の天気や服装によってメイクを変えるんですけれども、今日はこれから夏ということで海外旅行にも行けるようになってきましたし、海やプールにも行けると思うので、ナチュラルだけどちょっとラメとか使ったりするアウトドアメイクをしていきたいなと思います。まずはじめに私はこのロム&のリップをベースで塗っていって、ちょっとメイクするイメージをつけやすくします。こういう感じですね。で、こっから日焼け止めですね。最近このカネボウのベイルオブデイ日中用美容液マスクなんですけど、これだけで日焼け止めと下地になるんですよ。私はこれぐらい出すんですけど、そしたらここから、ファンデーションを塗っていきたいと思います。じゃん、こちらのナーズのクッションファンデを私はいつも愛用しています。夏とかパパパって塗って遊びに行きたい時とか、会社に行く時とかも本当にしっかりツヤも出してくれてカバーもしてくれるっていう、すっごい私はこれが大好きで、もうずっとこれ使ってるんですけど、塗っていきます。これぐらいつけます。はい、こんな感じ。どうでしょうか。続きましてパウダーですね。ナーズのパウダーをちょっとポンポンとのせていきます。いっぱい取って手でこう、このブラシもナーズです。筆先がちょっと広がってるんで、ギュッて肌につくっていうよりも
こう軽くツヤ感を残しながらもサラッとした肌感を出してくれるんで、パウダーを塗るときにこのセットがすごくおすすめです。今ちょっとパウダーしちゃったんですけれども、例えば今日赤みが気になるなとか、ちょっとニキビできちゃったなっていう日は、こちらのザ・セムの韓国のなんですけど、私はこの 1.5 っていう色のコンシーラーを使ってます。少しの量ですっごいカバーしてくれるので、これに助けられてます。ちょっとここに塗ってみます。肌荒れした時とか、クマがね寝不足で気になる時とかはこちらを塗ってます。続きまして、こちらの NARS のクリームチークをちょっと塗っていきます。これからアイシャドウ塗ったり眉毛塗っていくんですけど、どういう色を塗ろうかなっていう、少しちょっとベースで薄くチークを入れていきます。笑って塗るのがポイントです。自分が分かる程度でいいので、そんなに濃くしすぎず、最後にこちらのリエンダのパウダーのチークをのせるので、今真ん中の時点ではもう本当に自分が少し塗ってるのが分かるなっていうぐらいを肌にのせるっていう感じです。眉毛に行きたいと思います。こちらのスックになります。まず眉毛をちょっと整えます。ちょっと眉毛こう長めにするのがかっこいいなと思って、気持ち長く塗るようにしてます。最近ヘアメイクさんに言われたんですけど、自分の個性を生かすメイクをしなさいって言われて、やっぱり私は眉毛が結構強めっていうか量が多いんで、それがちょっと気にしてたんですけど、逆に色を薄くしたりとかするんじゃなくて、今の眉毛を生かしながらやった方がいいっていうのを聞いて、ちょっとそれを参考にしながら自分の眉毛を生かしつつ、ちょっと自分が欲しい場所に足すぐらいの感じを最近しています。で、これが終わったら次はスックのパウダーです。私はその時々の髪色によって結構濃い方を使ったり薄い方を使ったり混ぜたりとか結構分けるんですけど、今日はちょっと混ぜて使います。こういう感じかな。ちょっと手で色確認しながらで、眉毛に優しくのせていきます。眉毛はこんな感じで完成です。はい、続きましてアイシャドウに入りたいと思います。こちらのスナイデルのアイシャドウになります。塗ってきます。まずこの上のちょっと薄めのアイシャドウを筆に全体に通るぐらい、ちょっとこの手のひらでちょっとポンポンポンってどれぐらいつくかなみたいな。でもピンクでもちょっとくすんだ感じのピンクが好きで、大人っぽいピンクの中に遊び心じゃないですけど、女性の中にちょっと女の子がいるみたいな、このもう2色で結構目の印象が変わると思うんですけど、これだけだとちょっとまあ大人っぽい。ここからちょっとだけラメを出していきたいなと思います。固めの筆に変えていきます。リエンダのパレットを使っていきたいと思います。今日は私は紫のラメを少しだけ塗っていきたいと思います。見えるかな？見えるかな？はい。で、あとこの目の下の真ん中の部分だけ。続きまして、アイラインを引いていきたいと思います。私が使っているのはこのセルボーグのペンシルタイプですね。ちょっとラメが入っていて、でもこれも強すぎないラメで塗っていきます。今日はちょっと目元を印象つけたいなっていう時にだけ目尻に塗るようにしてます。
で、私は結構リキッドだと失敗したらもう一回メイク取らなきゃとか、なんかそういうことを思いながらメイクしちゃうんで、こちらのペンシルだと結構挑戦的なメイク、ちょっとシュッて跳ねたメイクをするときにでも指でこうやってぼやかせたりするんで、結構私は好きでペンシル使ってます。こんな感じかな。マスカラを塗っていきたいと思います。はい、こちら韓国のものなんですけれども、ミルクタッチのマスカラです。塗っていきます。多く塗ればいいってわけじゃないんですけど、優しく束にならないように塗りながら、ちょっと長く見えたらいいなっていう。逆にビューラーってまつげ傷めちゃってるのかなって思って、最近はドラマがない時期とか雑誌の撮影の時とかはまつげパーマとかして、あんまりそのビューラーとかをしないようにしてます。次にこちらのリエンダのパウダーチークを塗っていきたいと思います。このちょっと大きめの筆で塗っていきます。このリエンダのチークは少しの量でも結構発色が良くて色が出てくるので、これぐらいのせたら頬から優しく払うみたいな、こういう感じですね。こんな感じ。リップを塗っていきたいと思います。このセルボーグのこの色もすごく可愛くて、見ると深い色に見えると思うんですけど、塗るとこう透明のぶどう味の飴みたいなツヤ感もあるけど、しっかり色もついてでもみずみずしいみたいな口元になって、これすごい可愛いです。はい、これでちょっとプラス潤いがもうちょっと欲しいなっていう方は、さっきのロムアンドを上から塗って、水もっとさらにみずみずしい唇に仕上がると思います。ちょっと塗ってみます。これも本当に少しだけ。はい、こんな感じです。唇もちょっとツヤっとした中にもしっとりとした色合いになっていて、すごくこの2種類の合わせ方が可愛いなと思って最近ハマっています。最後にハイライトで仕上げをしていきたいと思います。普段使ってるのはこのシャネルのボームエサンシエルトランスパランっていう、ダメが入ってない方を私は使ってます。手に取ってこの辺に少しだけポンポンと、光に当たった時にツヤが出ればいいなぐらいと自然にのせます。これぐらい。最近ちょっとこうやっぱ肌見せする時期になってきて、この鎖骨のラインがちょっとツヤっとしてても可愛いなと思って、こちらのハーリップトゥー使います。これも2つついてるんですけど、こう1つはちょっとラメが入っててハイライト的な役割をしてくれるんですけど、逆側はこう塗ると透明なんですけど、メイクがよれてる場所に塗るとこう綺麗に治ったりとかする優れものです。今日はハイライトの方を使っていきたいと思います。鎖骨のところにもうこうって引いて、手でこう肌見せするトップスとかを着るときにこれを塗るだけで、ちょっとメイクだけじゃなくて首元もちゃんとこう鎖骨ラインも気にしてる女性なんだなと思われる女性になれるんじゃないかなと思います。ということで完成しました。こちらでこういうメイクでぜひ皆さんにもアウトドアな楽しい夏を過ごしていただきたいなと思います。私はこのメイクで
ハワイに行きたいなと思います。今日はありがとうございました。バイバーイ。